令和3年9月18日、阿蘇市役所会議室で、阿蘇地域、武田市合同による地域通訳案内士の養成講座が始まりました。この講座は、阿蘇武田ブランド観光地域づくり推進協議会が、外国人観光客を受け入れる環境づくりを行おうと3年前から開いているもので、この日は阿蘇地域と武田市から、 14人が参加しました。まず、阿蘇市の新観光課長が挨拶し、そして同じく阿蘇市の石松観光課長補佐が、地域通訳案内士の制度などについて説明しました。午後からは、J&J Human Solutions 九州事業部の大滝和代専任講師が、地域通訳案内士の役割や挨拶の仕方などについて講義しました。 大滝講師は、円滑な人間関係を構築する上で、挨拶ほど大切なものはないなどと語っていました。参加者たちは、11月末まで、旅程管理や語学研修、地理、歴史、観光資源、救急救命についての研修、ガイドを兼ねた実務研修などを行った後、最終試験を受けることになっています。これに合格すると、 地域通訳案内士として認定され、有料で通訳ガイドができるということです。